一体何が出てくる。レベル5の特殊版。なるほど、レベル5は進化が始まる。レベル7カウンターが4。これはバーン効果。ちょっと待った、レベル7はまさか墓地行ったというのがいない。愚かな、なるほど、愚かなり、愚かなり、愚かなり稲葉。まあそうか、あの時やつの暗黒界の鳥に墓地に送られていたのだった。クソ、あそこは安定してダークシムルグだった。その通りだ。そうだ、もう遅い、10表示に変更したエンドだ。俺のターン、ドロー。俺はシャイニングフレームウィングまでアルティメットインセクトレベル5に攻撃。2300の効果ダメージ。おっと、ここでライフが700。カードセットターンエンド。おっと、スピードの世界ドロー。もうこのライフではスピードの世界では生きていけない。これは なんてことだ、なんというし、はい、ビビデは破壊されてるぜ。その通りだ。俺はカードを1枚セット。もうどうせ死んでしまう。手はない、手はない。モンスターをセットしたターンエンド。俺ターンドロー。スピードが6。シャイニングフレアウィングマン攻撃だ。そして破壊され効果ダメージを俺知る。おっと、ライフポイント0。セカンドボイラー点灯。あ、まあ4増えるから4個。さあその瞬間スピードワールドは3になるぞ。だがこちらは6のまま。さあこれはキング特別ルールだから皆さんはやらないように注意してもらいたい。なんでダークシムルを出さなかったんだろう。さあここで伏せカード1枚を残しフォアザチーム。そしてなんと回ってきたのはサードホイーラーのニガリ君。これは勝てるのか。シャイニングフレームが入れた限りお前の攻撃は効かないぜ。さあサードホイーラーそれなりの実力を持っているとは思うが、このターンドロー。いい、このデッキはカウンターが一つずつ増えるぜ。7つのカウンターを取り除くことでワンドローも可能だが、 いけるぜ。こいつをつと、こいつのコンボだ。墓地を確認させてもらうぜ。何をする気だ。だからその前にこのカードを使っておいた方がいいかもしれない、うん、お、あの伏せを破壊しておくか。そうだ、スピードカウンターを一つ取り除く。一つ取り除く。お、サイクロン伏せを破壊する。くっ、やるな。だがリミットリバースじゃ。そして俺は手札から DD クローを捨て墓地のニトローリアを場外。何こう、そして俺は手札からスキアナを召喚。スキアナの効果発動。スキアナは相手の除外されている墓地となり、墓地のモンスターとなる。墓地となる。何を言っているんだ。墓地は除外されてはいない。除外、除外されたモンスターの攻撃力、守備力をもらう。ボルトエッジを。ニトロウォーリアーだね。俺はニトロウォーリアーになる。俺もあ、おっと、ニガリ君は、ニガリ君はニトロウォーリアーになった。さあニトロウォーリアー君、さあ戦ってくれ。これはなんか変身のカード。いくぜ、ダイナマイトバックル。俺はライフにいろんな意味で300の。おっと、これでニガリ君はなんとニトロウォーリアーになった。さあこれはキングも動揺を隠さざるを得ない。これはドロー。隠せないんだけど、隠さざるを得ない。さあニトロウォーリアーに対し、もう攻撃力は下がっているよな。ああ、そして俺カウンターが5になる。でって、こっちも7になるぜ。8になるぜ。説が有力です。そして俺はバー手札の沼地のマシン王とバーストレディーを除外。まさか現れるのか。現れるヒーローはフレームウィングマン。2100フレームシュート。2100の普通にダメージを受ける。普通にダメージ いらないみたい。おっと、ニトロウォーリアー君ダメージを受けた。ダーエンドだ。残り5900ドロー。さあ何を引いてくるのか。カウンターは9。ここでドローしても構わないのだが、だがドローしても勝てそうにあまりない。だがドローしないと勝てそうにない。だがドローしないと勝てそうにない。何をやっても勝てそうにない。モンスター浦しびリバースカードセットターンエンド。おっと、その選択肢を取ってきた。マイターンの状況に狙いをかけるのか。これでスピードカウンターは10。俺は手札のスピードカウンターを1つ減らして、このように増援を使う。おっと、手札のスピードカウンターを1つ減らしてきた。手札にエレメンタルヒーローエアマンを加えるぜ。そしてエアマンを召喚。エアマンの効果発動。デッキからエレメンタルヒーローと名前のついたカードを1枚手札に加えるぜ。おっと、これでフィールド上には2体のヒーローが並んだ。まさか出るのか。俺が加えるのはエレメンタルヒーロー。遅い。プリズマがいない。遅いぞキング。エレメンタルヒーロープリズマ。そして俺はフレームイングマンで浦島モンスターに攻撃。フレームシュート。俺のモンスター DD クロー。そして100ポイントのダメージを与える。そしてエアーマンダイレクトアタック、エアシュート1800。おっと、ニトロウォーリアーダウン。ドロー。ニトロウォーリアー君どうした。どうしたニトロウォーリアー君。これでスピードは11。10の大台に乗った。私もいいんだよ。俺は10取り除き、フレームウィングも破壊。おっと、フレームウィングはスピードの世界では生きられない。1800だが一体どうする。さあどうする。1800という数字をうまく利用するんだ。
ディメンションケミストリーを召喚。おっと出たー。ディメンションケミストリーの効果発動。デッキトップを1枚除外し攻撃量を500ポイントアップ。ディメンションケミストリーエアマンに攻撃。相打ちだ。相打ちになるぜ。だがその瞬間エアマンの効果発動。エアマンじゃない。めちゃくちゃだー。ごめん。ディメンションケミストリーの効果発動。除外されてるモンスターを1体手札に加える。俺は好きなのを手札に加える。なるほどな。もうめちゃくちゃだぜ。さあニトロウォーリアー大丈夫か。俺のターンドロー。あまりのスピードに気が動転した。フュージョンゲートの効果発動。手札のエレメンタルヒーロークレイマンとエレメンタルヒーロープリズマを融合。汚いぞ。融合よ。現れろエレメンタルヒーローザ・シャイニング。除外されているヒーローはプリズマン、クレイマン、バーストレディ、スパークマンの4枚。さらに攻撃力が 300×4 か上がって1200。つまりこれが3800ポイント。おっと スーパーセル。オプチカルストーム。オプチカルストーム何回言えば分かる。ライフは200。ライフは200。さあこれはスピードカウンターの効果を使うことができるか。できない。ターンエンド。ダメだ。おっとこれドロー。これは賭けか。だが今の攻撃力ではシャイニングは倒せない。時間を稼ぐしかない。これは時間稼ぎが真っ当な手段か。モンスターを裏しびリバースカード1枚セット。ターンエンド。俺のターンドロー。モンスターが増えてしまうのか。マジックカードを引いてしまうのか。俺はスピードワールドの効果発動7個取り除き、ワンドローするのか。ワンドローにかけた。俺はカードドローする。さすがドローの中を。いやキング。カード1枚セット。ザ・シャイニング攻撃オプティカルストーム。カカントが異次元の女戦士。お互い除外する。さあシャイニングの効果は墓地に行った時に発動するため効果は発動しない。これは美味しい。ターンエンドだ。俺のターンドロー。さあ今こそ逆転の一手だ。今こそ逆転の一手を狙うのか。ライフポイントはいくつだ。俺のライフは残り7200。まだ多い。スピルカウンターは4。合ってるか。にがりくん、いやニトロウォリアくん大丈夫か。合ってるぜ多分。ニトロウォリアくんのライフは残り200。サニトロウォリア君これではライフが届かない。地道に削るしかない。除外させてもらうのを確認するぜ。どういうことだ。除外させてもらえるんだ。先ほどから日本語がわからないニトロウォリア君。これはおそらくスピードあまりのスピードに気が動転してしまっている。おっとこれまだスピードについてこれてないか。スキアナの召喚。おっとスキアナ、スキアナの効果でニトロウォリアになる。おっとニトロウォリア君ニトロウォリアになった。ニトロウォリア君スピード攻撃。サンダーブレイクの効果発動。手札のキングスナイトを捨てることによりスキアナを破壊する。これはゲームから除外されてしまう。さあどうなる。リバースカード1枚セット。ターンエンド。この瞬間スピードカウンター4。さあ手札にマジックはあるのか。そしてスピードワールドのカウンターを4つ取り除き、きたー。ハリケーンを見せることによりお前にライフに800ポイントのダメージを与える。おっとライフポイントはこれでゼロ。キングの勝利だ。キングは1人。俺だけだ。キング防衛だ。さすがに勝利だ。やはり勝てないのか。さすがキング。汚い。汚いわ。さすがキング。強力なカードを惜しみなく使い、強力なカードで敵を粉砕するという残忍非道な強力っぷり。さすがキングだ。パワーデッキだ。まあ闇毛で最も効果せざにんだから。そうだな。闇毛で効果せざにんだから。いや痛みレモンとかないわ。残虐非道な悪魔超人。一人目を倒すのに全力を注いだから。ぶっちゃけた話レベルが違ったと言わざるを得ないが、さあキング感想としてはどうだ。俺らデッキ俺が1枚とか言ったところか。そこの程度では俺を満足させることはできないな。ではニトロウォーリア君感想はどうだ。うん、ダイナマイトマックルって言ってた。ダイナマイトマックル。おっとニトロウォーリア君の必殺操作炸裂。中尾君が飛んだ。中尾君が飛んだ。キング天童。キング天童。キングご飯。キングご飯を。はい、じゃあ今日ニトロウォーリアで、はい、ニトロウォーリアでやったっけ。やってないよね。やってないと思うよ。やった気もするけど、まあいいだろ。ニトロウォーリア誰か。ニトロウォーリアしかあれだろ今日。ニトロウォーリアってニトロウォーリア君だから。ニトロウォーリアもう一回。ニトロウォーリア君やる。ニトロウォーリア。いやいいよ、本人がやる。ニトロウォーリア。はい、ちょっと日本語がよく分からなかったから。じゃあニトロウォーリア、じゃあキングで。多分あれニトロウォーリア。キング、ニトロウォーリアの説明お願いね。せーの、今日の最強カードはニトロウォーリア。レベルは7。炎属性モンスターだ。戦士属シンクロ。ニトロシンクロとチューナー以外のモンスターを1体以上、自分のターン、自分が魔法カードを発動した場合、このターンのダメージ、このターンのダメージ計算時のみ、一度だけこのカードの攻撃力が1000ポイントアップする。このカードの攻撃によって相手モンスターを破壊した場合、相手フィールド上に表返し表示で存在するモンスター相手を攻撃表示にして、もう一度そのモンスターに攻撃することができるぞ。攻撃名はダイナマイトナックルだ。攻撃力2800、主力1000ポイント。みんなでスピードワールド2を作って遊ぼう。テレビくんみたいな、なんかみんなで作って遊ぼうっていうか。よしやるか。せーの、ライディングデュエルアクセラレーション。アクセラレーション。